もうこれがマジでうまいのよ。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、暑い夏に乱用しまくるそうめん、おいしい食べ方発見したんで、ぜひ皆さんも試してみてください。ほんとね、ネバネバが絡みつき、食感とね、塩気の強いあるものを使って仕上げるアレンジそうめん、いやほんとこれマジでめんつゆに焼けたらぜひ一回試してみてください。止まりません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。そうめん2足、納豆1パック、キムチ 30g、 まあ大体で OK です。たくあん 10g、 今回も刻んであるやつを使いますが、普通のたくあんなら細長く刻んでください。焼肉のタレ大さじ1杯、ごま油小さじ1杯。材料は以上です。まずは今回の味の決め手、納豆キムタクから作っていきます。はい、ボウルに納豆を入れてください。今回はね、備え付けのタレやからし使いません。ここに焼肉のタレ、はい、すべて入れます。まずはじめにこのタレと納豆だけでしっかりと混ぜ合わせてください。ほんとね、もう100回ぐらい混ぜて、いい感じに空気を含ましてね、ネバネバさしときます。はいよ、しっかり焼肉のタレを混ぜ合わせたら、ここへキムチ、細長く刻んだたくあん、ごま油、はい、もうこれ大体で OK なんでね、すべてしっかり混ぜ合わせる。もうこれがマジでうまいのよ。これご飯にのせて食べても美味しいんですけどね、今回はそうめんにね、こいつをトッピングしていきます。はい、ということでこれはね、仕上げまで冷蔵庫でしっかり冷やしておいてください。マジでうまい。はい、お次はね、そうめん、お好みの硬さに茹で上げてください。私以前ね、このそうめんのちょっと新感覚でもちっと喉越しが良くなる茹で方をね、紹介してますんで、動画の最後にね、リンク貼っときます。あと今回のレシピ以外に、めんつゆに飽きた時に試していただきたいね、美味しいアレンジレシピも載しときますんで、ぜひ確認してみてください。はい、そうめんはね、お好みの硬さに茹で上げる。はい、そうめんお好みの硬さに茹でて、見てくださいよ。今回ね、私がこの間紹介した茹で方するとね、ツヤツヤのピカピカで、ムチムチっとした食感になって喉越しも良くなるんで、マジおすすめ。そしたらこのね、納豆キムタク、上にドカッとトッピングしてください。これ冷蔵庫でしっかり冷やしといたやつね、こいつを絡めながら食うとマジでやばいのよ。はい、もうこれで完成なんですが、やっぱね、お好みで薬味ね、おネギなんかパラッと散らしていただいて、はい、ちょっと風味も良くなるんで、ごまも散らしておきましょう。はい、これで完成。もう混ぜ混ぜして食べる納豆キムタクそうめん、ぜひお試しください。はい、これね、そうめんと混ぜ合わせて一緒に絡めて食べてください。マジでやばいのよ。あー、うまそう。これほんとたまらん。それでは、キュームップをいただきます。うまい。やっぱこれね、納豆のネバネバと、このキムチとたくあんの食感がよく絡んでね、めちゃくちゃ美味しい。たまらんわ。もうね、焼肉のタレを加えて味付けしてるんで、ちょっとパンチも効いててね、ズルズルっといけて、マジで暑い日には最高。うまっ。いやー、めんつゆばっかりやったらやっぱ飽きるんでね、ぜひいろんなアレンジしてそうめん楽しみましょう。うん、うますぎる。